ばいかも、やばいかも、ダメ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 、あ、ダメダメダメ、あ、でかい、あ、やられた。やるか、やられるか。くっそいった、よし。釣り人対魚、パワーとパワーがぶつかる真剣勝負。おお、でかい、奥で光ったぞ。おお、いいサイズや。まだか。でかいんちゃいます？でかいね。もうやめてくれ。でかいね。よっしゃー、入った。相手はメーター級のモンスターマダイ。舞台は新潟県北部、日本海の島、粟島。釣り人がタイの島と呼ぶ憧れの場所だ。モンスターとの戦いに取りつかれ、毎年磯に通い続ける釣り人が今年も姿を見せた。片山義成。粟島のマダイに魅せられて8年、のっこみきには必ずこの島を訪れる。大マダイ狙える場所って、飛島、粟島、佐渡、あと島根の沖ノ島とあるんですけど、僕の中ではこの粟島っていう場所がマダイ釣りでは特に一級な磯かなと思ってます。マダイで一番大きいサイズってどれぐらいのサイズ？僕自分の記録で多分覚えてるので88ぐらいだったと思うんですよ。やっぱ狙うはメーター超えですね。磯からのメーターを深瀬釣りで取りたいと思います。それだけやっぱ夢のある島ですか？あります。でこの海には実際いると思いますんで。どうすかこれ許される？いや、すごい。怪物マダイと真っ向勝負。粟島モンスターと戦った片山の2日間を追った。今回のフィールドは新潟県粟島。岩船港からフェリーでおよそ90分、大型マダイが乱舞する釣り人憧れの島です。今年ののっこみの状況はどうなんでしょうか？5月の終わり頃からだいたい始まるんですけど、今年はちょっと早いようで、今もうゴールデンウィーク明けからもうスタートしたという感じなんですよ。今年はスタートが早く期待が持てると片山さん。早速渡船で粟島の磯へ。渡ったのは島の北西にある仏崎の磯。ここは沈み根が多く、海溝に沿って回遊する大型マダイが姿を見せる一級磯です。マダイの棚って1本半から2本とかいう結構深めの棚を釣るような釣り方になるので、しっかり浮きを浮かして、で当たりを捉えられる仕掛けで釣りしたいと思います。ロッドは 1.755 クラスの深瀬マダイ専用モデル。道糸3号、ハリス4号の太仕掛けで臨みます。道糸とハリスの連結にも結束強度が強いジョインターを使います。棚を決めた半誘導仕掛けで釣りをしていきたいと思いますので、とりあえず水深もありそうなので5キロぐらいからスタートしていこうかなと思ってます。であとその5キロでなじまして、餌が残る残らないでまた棚を変えていきたいと思ってます。巻き餌はオキアミ3キロに収魚剤が1袋です。餌を細かく切らずにほぼ原型を残したままで餌を作ります。あまり餌を小さくすると
餌取りの魚が結構寄ってくることが多いので、水深は落ち込みの先でおよそ12メートル、産卵で浅い下りに接岸するマダイを仕留めにかかります。仕掛けは落ち込みの先に投入しました。あら、左に行ってるね。綺麗にコマセが流れてってくれる。ちょっと一回巻いてみます。残ってくるね。もう少し深くしてみます。結構短いスパンでただ触るんです。うん、1回か2回流してみてちょっと合ってないなと思ったらすぐ棚を変えたり重りの位置を変えたり、どっかかんか触るようにはしてます。浮き下5キロで餌が残ったので棚をおよそ竿2本に深くして様子を見ます。お、走らんな。竿2本の棚で魚が餌に触りました。餌が取られてるな。結構こう、立山さん見てる感じ、餌取りの魚蹴ってないように見えるけども、餌取りは結構おるんですか？深いところにおるんですよ。深いところ、往復した分のところに浮き止めが今ついてるんで、だから2本まではいかないけど2本近くは入ってるかな。だいたいそこら辺に今餌取りがいるかなという感じなんで、こっからどうしようかな。餌を取るラインはやっぱ基準に作戦を考えはるんですか？そうです。竿2本の棚で餌を取られたので、そこから棚を一広浅くしました。片山さんが重視する棚は餌取りとの境目、餌取りの層の切れ目にマダイがいると考え、餌が完全に取られる場合はその上を、中途半端に餌が残っている場合はその下を探るのが片山流のマダイ攻略法。来た。予想通り餌取りの層の上でヒット。マダイですか？マダイっすね。おー、でかい。奥で光ったぞ。開始早々、粟島のモンスターマダイが姿を見せる。水ありて魚あり、魚ありて釣りあり、来た時よりも美しく魚の住める世界を。マダイっすね。ぼちぼちのサイズかな。開始早々、本命のマダイをかけた片山さん。おー、でかい。奥で光ったぞ。ゆっくり行くね。おお、いいサイズだ。まだか。な、大丈夫、いける。ここ、オス。おお。でかいんちゃいます？でかいね。頼む、もうやめてくれ。
これ淡島のマダイですか。淡島のマダイです。でかい。重たい。どうすかこれ。許される。いやすごい。これを皆さん求めて来られる。そうなんですよ。この一枚に会いたくて。サイズは82センチ。これぞ淡島サイズのマダイです。チヌとかグレたちと違ってあまり餌を追っかけて捕食するのはないんですよ。どちらかといったらある一定の棚をこうやって泳いでて口元に来た餌だけ加えるみたいな部分があるんですよ。全部とは言いませんけど、はいはい、でそういうイメージがあったので棚を決めてその棚をずっとトレースしてで当たりをまずいう感じの釣りをしてたんですよ。はい、次は自己記録の88センチ超え。竿2本の棚から再開です。残らないね。餌が残らない時は浅く浮き下を矢引き分上げました。さらに蒔絵を打って仕掛けを投入しますが片山さんは仕掛けを蒔絵から離れた位置に入れました。ちょっとこう打ち込む位置も調整しながらですか。ですね。コマセのそばに餌取りはおるかもしれんけど離れたら本命のマダイがおるかもしれんからさ、うん、素直にコマセに合わせればいい時と離して仕掛け入れ込む時と分かれる時あるね、うん、実は片山さん蒔絵にかぶせて仕掛けを入れて餌が取られる場合仕掛けを入れる位置を工夫していました。棚つまり深さだけでなく横方向でも餌が残る境目を探っていました。甲の境目と甲の境目もあると思うんですよ。それを探ってったらいつか出られるかない感じで。なんかでももう一発ぐらい来そうやけどね。ピンポイントで回遊するマダイの口元に餌を送り続けていると、おっ、いった。あ、でかい。あ、やられた。くっそー。まさに一瞬の勝負でした。ごめん、下手くそでした。あー悔しい。すごいでしょ、4号のハリスぶっ飛ばしてくんすよ。ここでタイムアップ。自己記録への挑戦は翌日に持ち越されました。切れた時は悔しかったですか。めちゃくちゃ悔しいですね正直。ああいうのもでも次の楽しみだす。あの次の糧ですね僕の中では。 あの一枚取りたかったけど取れなかった、はい、次こそは取ってやる。いや、なるほど、もしまた明日あんなにくれたらもう来たらもうバチッと止めます。磯は昨日の仏崎より北側にある長岩に渡りました。狙いは沈み根が張り出した先、魚をかけてからが難しいポイントです。2日目も朝から活性は良さそうです。いった、よし。糸橋に回っとったな。あ、これやばいかもしれん。あ、やばいかも。片山さん、淡島モンスターとの2回戦スタートです。淡島モンスターとの戦い第2ラウンド開始。ゆっくりやけどやっぱ右行っとくかな。スタートタックルは昨日と同じ。棚は5キロから様子を見ます。ゲゲゲゲ。あ、止まったな。止まったね。
気持ち残ってくるか。餌取りにかじられることによってマダイの棚に落ちてっとるはずなんですよ。それにマダイが食ってくるような感じなんですよ。もう少し深くします。餌がかじられて残った時は深く吊る。片山さんは自らの勝利の方程式通り棚を5ヒロから6ヒロにして餌取りの下を探ります。すると食った。あかんあかん、行くなよ行くなよ、あかんぞ。ラインを出すと下り根に一気に走られるため懸命に耐えます。しのいだ、あかんぞ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 。でかいわこいつも。くっそー、すれたかな、張り外れ。言い方やったんやけどね。攻め方は間違っていない。もう一度同じように攻めてみます。同じパターンでヒット。そっち行くなよ。そんな大きくないけど、嫌なとこ行くなよお前。よいしょ、綺麗な鯛。狙いのサイズではありませんが50センチの本命です。地合を逃すまいと夢のメーターオーバーを狙う片山さん。すごい速くなってきたな。潮は右前方に流れ始めました。軽すぎたら流れに押されて仕掛けが落ちてってないような気がするんで、ちょっと均等打ち今2段にしてあるがを今度3段にしてみようかと思います。よりこう花見入れてみたいですね。とりあえず棚に届けるためにと、あと餌取りの当たりがわからんがですよ。今どこで取られてるのかもわからないし、とりあえずそれが僕の中では一応ヒントになるんで。片山さんにとって餌を取られない境目を見つけて攻めることがマダイを仕留める条件。潮が速い時は迷わず人炭を追加します。いった、よし、糸橋に待っとったか。あ、これやばいかもしれん。竿を立てると魚は下に潜ろうとします。片山さんはロッドを寝かせて魚をじっくり浮かせます。耐えろ耐える、ゆっくりおいでゆっくり、針外れんなよ。よし、あ、ごめんありがとう。あ、ギリギリやな、ハリごめんごめんはい、入った、なんかもう糸走るまで待っとったな、ずっと。やっぱ食ったね。あれがチヌザオだとやっぱ毒されてしまうし、グレザオだと今度暴れてしまうんですよ。魚がもっと暴れなんですよ。ハスに踊ってる良さが出てます。あの溜めて暴れさせないように抑えてくれるんですよ、この竿は。できすぎじゃないか。さらに片山さん、いった、あ
川島でのラスト勝負が始まる。潮の流れも変わったため釣り竿を水道側に移しました。さっきまで向こうもしくは地に向かって流れてたんですけど、今ゆっくりですけど左の中に入ってくるような潮になったんですよ。で、あのままあっちもやりたかったんですけど、ちょっと仕掛けが張れないのと、仕掛けを入れ込んでも根がかりする可能性が出てきたので、こっちに移動しました。棚は5キロから探ります。残ってるね。今度逆にちょっと一回ズバンと落とします。片山メソッドでは餌が残るときはより深く、棚を竿2本分に深くしました。でかいかも。お前言ったらあかんぞ。よし浮かした。力入らん。よっしゃ取った。頼むって。これ大間大との勝負を制した片山さん、笑みがこぼれます。めっちゃいい魚。本当に綺麗な魚ですよ。飛ばされるから悔しいからまた次来よう、うん、いつかは自己記録を釣ろうとかさ、魚釣りってやっぱそうだと思うんですよね。日本全国まだ未開発な部分があると思うんで、ぜひこれ地元でこういう釣りもちょっと試していただきたいと思います。はい、今回はマダイ釣りの聖地新潟県粟島で片山義成さんが80センチを超える巨大マダイを仕留めました。片山さんは言います。いつかきっと深瀬釣りでメーターオーバーを釣りたい。その夢を叶えるためにこれからもタイの島粟島へ通い続けます。Get up on your feet, this is a shakedown.